はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、ピースの看板のね、張り替え作業などをねやってもらう予定でした。今からここら辺のこれ看板、なんかそっち側なんて暗号みたいになってるんですけども、これはね、下地自分で作ってみたんです。で、中古のパネルね、これもらってたのあったからさ、こいつにね、今が貼り付けしてもらいますね。やっぱちっとでもね、お金抑えられるとこ抑えながら、自分でできることは自分でやってさ。でもやっぱりね、こう看板ってさ、店の顔になるんでね、ここに今からドーンとね、新しいの貼り付けしてもらいます。あとはここのちっちゃいやつもそうなんですけども、あと入り口にあったここの買取って書いてあったこのちっちゃい看板も、これも今から張り替えしてもらいます。今日この看板の張り替えまでやったら、とりあえず今日こそみんな終わりかな。あと事務所の中はちょっと後から取るね。あとは、整備工の方で、タイヤチェンジャー、タイヤバランサーまでね、今回入れてみました。まあ、タイヤはね、一応まあおまけ程度で扱ってはいるんですけど、取り扱いでね、なんですけど、でもバランサーも今後タイヤの販売に向けて準備した方がいいかなと思って、タイヤのバランサーも今回設置いたします。あと整備道具の方は、もう大体揃ってるんで、この辺のね、大体揃ってるんで、これで工場の方も全て完了なっかな。あと片付けちょっとしないといけないな、この辺な。ほんで、あと事務所の方にね、ちょっと移していきます。これ事務所、ピースの事務所でございます。プレハブ事務所です。はい、カウンターがあって、はい、今日はね、ピースのホームページのちょっと手直し、あとガクト店のホームページの制作、まあ、最終仕上げって言ったらいいかな、今やってもらってるところでした。いつもお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。いい男でしょこれ、ね、俺の同級生。恥ずかしくてや。友達なんですけども、ピースの、ネット環境のホームページなどね、いつもやってくれてる方です。今ガクトの方も今から新しくピース、定価格差専門店ピース、はい、ガクト店、はい、ガクトのホームページも今からな、そうです。これ今まで俺のやってたホームページに中に組み込みな、あ、そうですね、組み込みでガクト店と本店と2つこううまくこう仕分けできるようにな、うん、まあ、最終打ち合わせってことでね。大変だったべ。つぐんのちょっとさすがだな、いつもありがとう。とりあえずじゃあこの打ち合わせもね、ちょっと私も今日中に大体、今日明日のくらいで大体作れる予定なんだよね、予定として。今日明日くらいで、ね、ちょっと今からね、ホームページ、やっぱ今ネット時代なんでね、ホームページもしっかりとね、今から作り上げていきます。まあでも大体もうね、作ってきてくっちゃうから、まあ、俺はあと言うだけなんですけどね、こうやってああやってって、ね、俺は簡単言うだけだから、やんの大変だね。じゃあよろしくお願いします。はい、で、ホームページの方を今ちょっとガクトの方まず打ち合わせしてたから、あとは展示場、まあこれはこの間もね、動画は撮ってはいたんですけど、まあもうちょっとで終わるかな。この辺にもうちょっと足して終わりだね。1月から、改めてちゃんとしたオープン迎えられるね、これならね、これならいけるわ、間に合いそうです。とりあえず、12月の29まで、まあ、今日も含めて、今日は12月26日だったんですけど、ね、とりあえず今日も含めて29日まで、まあ、仮営業中ということで、車の買取販売、タイヤなどのね、ハイアルミの買取なんかもそうですけども、なんだ、とりあえず年内29日まで仮営業中ということで、お問い合わせいただければ、ね、対応できておりますんでね。展示場の方もまあ大体まとまってきたんで、あ、楽しみです。ホームページも今日出来で、まあ、今日明日が出来で、看板の方も今日大体出来でが、工場の方も OK、事務所の方も OK、あとは店頭の方に並べた車だしね、今んとこ、まあ、7割方ぐらいかな、7割方ぐらい OK。
で、年明けに向けて、昨日はね車の仕入れもねガツッとやりましたね。年内最後の仕入れでしたね。昨日も10台ちょっとぐらいかな買いました。まあ、それはあとおいおい届き次第動画撮っていこうかなと思うんですけども、全力でやっていきますね。本当にあとは、1月のオープンに向けてだね。ほぼほぼ間に合うね、このペースだったら。なんか一安心しました。なんかふーっと今日の朝ね、ふーっとこうね、だいたいもう見えたなって感じがしてさ、流れがね。いやなんかこう気が楽になったね。あとは一生懸命、お客様に来てもらえるように努力いたします。商売なんでね、車やっぱり買い取り販売やっていかないと、会社としてね運営できなくなってしまうんでね。あとは一生懸命この YouTube だったりネット環境をね、うまく使える限りうまく使いながらさ、これやっぱいいよね。本当にこの YouTube って、お金のかからないで世の中にアピールのできるね、最強のなんつうのアイテム、本当にそう思ってますね。なんか普通はさ、世の中にさチラシぶったりね、まあ、CM 入れたりってさ、やっぱお金払ってやるんですけども、この YouTube っていうのはさタダでできるんでね、お金かかんないでさ、私のまあ自分の時間だけでこうやって動画の方を撮りながら世の中へねアピールができるっていうね、この YouTube、SNS 関係をうまくね使いながらこれからも頑張っていこうと思います。まあ、こんなところでとりあえずね今事務所の方で、ホームページの最終打ち合わせ、早く来いってさっき呼ばれたんで、戻って今から仕上げの方やっていきます。これからもどうぞ稲川の中古車やピース車の買い取り販売頑張っていきます。何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。